徳島医療福祉専門学校は、学校法人勝浦学園が運営する徳島県、勝浦郡勝浦町大和 3K あざ平128番地の、1にある、公設ミニエの3年生医療専門家庭の、専門学校。1993年4月に、徳島県勝浦町学園都市構想に基づき、開校した。創立25年を迎え、 卒業生は1700人を超えており、多くの卒業生が理学療法士や作業療法士として、県内外の医療施設をはじめ、様々な現場の第一線で活躍している。国家試験合格率は高く、卒業後の就職率は100%と、どちらも全国的に非常に高い。作業療法学科は世界作業療法士連盟の認定を受けており、 作業療法士になるために必要な日本基準よりも、ハードルの高い世界基準を満たしている。講義においては、臨床経験6年以上の専任教員のほかに、外部講師として、徳島大学医学部や鳴門教育大学等の教授、徳島大学病院や徳島赤十字病院の医師や、理学療法士等の各界の学識経験者を招き、高度な専門知識を教授している。 運営においては、地元勝浦町や徳島県医師会をはじめとする公的機関などとの公私協力方式により、学校運営が行われているため、学費の安価さや、足したような奨学金制度が充実しているのが特徴である。また、学校直営料や、スクールバスも完備しており、自家用車通学も可能である。リハビリテーション医療の対象となる人たちは何らかの、 障害のある人たちであり、この人たちに対する人格の尊重がなければ、良い医療は成り立たない。最高の医療は、患者のために最善を尽くすことであるとの強い信念のもと、本校は、勝浦の地で開校した。以後、人格尊重が、本校の見学の精神、教育理念として受け継がれ、本校のリハビリテーション教育の基本理念となっている。 リハビリテーション医療を担う、専門職として必要な知識と技術の習得を図る、ため、生鮮し、かつ充実したカリキュラムの編成ときめ細やかで、柔軟な個別指導を徹底する。また3年生専門学校の特徴を生かし、最短の年限で国家試験合格を目指し、質の高い医療専門職としての理学療法士及び、作業療法士の養成を行う。 臨床の場での豊富な臨床実習などを通じて、専門分野に、不可欠な専門的技術や技能とともに、コミュニケーション能力や協調性を培う中で、即戦力となる実践力ある人材を養う。著しい進歩や発展を見せ、高度化、多様化する保、保険医療分野を担う探求心と向上心を、備えた人材の育成に努める。理学療法や、 作業療法の対象となる方々を支え、共に共感できる、人間愛に満ちた、理学療法士及び、作業療法士を育成することを通じて、広く社会の医療、福祉に寄与できる人材を育成する。令和3年第56回国家試験令和2年第55回国家試験平成31年第54回国家、 試験平成三十年第五十三回国家試験、平成二十九年第五十二回国家試験平成二十八年、第五十一回国家試験平成二十七年第五十回国家、試験平成二十六年第四十九回国家試験、平成二十五年第四十八回国家試験平成二十四年、第四十七回国家試験平成二十三年第四十六回国家、 試験平成二十二年第四十五回国家試験平成二十一年第四十4回国家試験平成二十年第四十3回国家試験平成十九年第四十2回国家試験平成十八年第四十1回国家試験平成十七年第40回国家試験平成十六年第三十九回国家試験平成十五年第三十八回国家 試験平成14年第37回国家試験、平成13年第36回国家試験、郵便番号771-4307徳島県、勝浦郡勝浦町大和三景アザ平128番地の、11両室にコインランドリーん駐車場4、管理人ナルト IC、または、徳島インターチェンジより、国道11号線へ県庁西を経由して、 国道55号線を南下勝浦川橋を右折、県道16号線を勝浦町へ、徳島駅から徳島バス勝浦線に乗車45分で勝浦町横瀬東バス停で下車。ありがとうございます。